ゼッケン44番で走った小島洋平です。今年1年間は、ちょっとヨーロッパから帰ってきて、すごい意気込んでチャンピオンを狙った1年だったんですけど、開幕からちょっと空回りが続いてしまって、なかなかこううまくいかないシーズンだったんですけど、まあ、自分の中ですごい、悩んだり、まあ、スランプに入ったり、すごい、自分の走りを取り戻すのにすごい時間がかかったシーズンだったんですけど、まあ、やっぱ去年250を乗ってたんで、まあ、450に切り替えてまたちょっと走り方も変えたり、すごい、まあ、新しい発見ができた1年だったんで、それをまあ中盤戦に修正して、まあ、名阪でやっと自分の走りをちょっと取り戻して、総合優勝できたんで、まあ、その時ぐらいからすごい自分の走りもできて、すごい、体調もよく、頭の中もすごいクリアで、まあ、レースに集中できたんで、まあ、最終戦のスゴはちょっと、得意なコースでもあったし、絶対に勝って最後終わろうと思ってたんですけど、それがちょうど本当うまいこと、メンタル的にも、バイクも人間も全部、総合的に噛み合ったレースだったんで、まあ、最後本当終わり良ければ全て良しというか、最後まで諦めずにちゃんとやった結果が最後に出たんで、僕としては、まあ、すごい、いろんなものを得れた1年で、来年につながる、1年でした。まあ、この経験をまた生かして、来年開幕戦から気負わず、一戦一戦、1ヒート1ヒートこけずに、転倒なく、しっかりやっていけば確実にチャンピオンを取れるなと、まあ、再確認できた1年でもあったんで、最後は、笑って終われるように来年は頑張りたいと思いますので、今年1年間応援ありがとうございました。来年も、継続で、チーム鈴木さんの方で契約していただいて走らさせてもらいます。いろいろちょっとバイクの方も変わるところは多々あるんですけど、基本的に仕上がったバイクなので、十分チャンピオン狙えるバイクだと思いますので、また応援よろしくお願いします。自分が思ってたより厳しいシーズンでした。まあ、開幕は自分が思ったより、まあ、成績が良かったんですけど、その後中だるみしてしまい、まあ、世界戦にチャレンジさせてもらったんですけど、帰ってきてからそれを生かすこともできず、ちょっと苦しかったですね。ですね。全くでしたね。まあ、あんまり自分の走りっていうのができなかったと思います。そうですね、まあ、先週もテストをやったんですけど、まあ、いろいろ課題が見つかって、来年に向けてやらなければいけないことは明確にできたので、来年は楽しみにしてます。はい、1戦目2戦目って走らさせてもらったんですけど、まあ、2戦目以降ちょっとなんだろうな、まあ、選手会長のプライオリティがちょっと大きいかなと思ったので、まあ、レースはちょっと断念して、選手会の方に、専念するような形になりました。であとアジア戦も出てたんですけどね、まあ、全日本の会場を見て毎年お客さん来ていただいているのは必ずというか来ていただいているのはもちろんですけど、すごくありがたいことだなと思ってます。ただそのお客さんに対してモトクロスっていうスポーツが何を返せてるかっていうのはもう少しやれることってあるんじゃないかなっていうふうには常々思ってます。なので今後も力を入れていきたいなとは思ってるんですが、はいですが、また来年以降も、まあ、来年ちょっと選手会長ってまだ決まってないんですが、まあ、選手一同力を合わせて皆さんに楽しんでいただけるようなレースを考えたいなと、レース、お客さんもに喜んでいただけるような全日本モトクロスっていうのを考えたらいいなと思ってます。他のア
ジア選手権出られる。はい、アジア選手権今出てまして、まあ、全4戦なんですけど3戦終わった時点で今ポイントリーダーで、12月の12日に、フィリピンで最終戦が行われます。はい、それにはまた出てきます。フィリピンはネーションズに出るぐらい、はい、結構力入れてる国なんですけど、はい、そうですね、皆さん、楽しんでモトクロスやられてて、まあ、楽しんでやってる、見てて楽しんでやってるんですよね。で、その結果、レベルが上がっていってるような感じがするので、見習う点もありつつ、勉強させてもらいながら走らさせてもらってます。もちろんチャンピオンを取りに行ったんですね。そうですね、取れたらいいなと思ってます。今年はまた新たに一人というかチーム変わって、やることが随分今までとは変わったんですけども、でもその中で常に、自分たちの最低ラインっていうのを決めてやって走って、でそれを、まあ、クリアできない時もあったんですけど、ほぼクリアできて、まあ、去年よりランキングを下げないで終われたっていうことは、自分としては、まあ、合格かなとは思うんですけど、まあ、レース出ている以上やっぱりその勝ちにこだわりたいっていうところがあって、やっぱりそういう勝ちにこだわったレースっていうのがなかなかまだまだ遠いところで、自分がレースをしてたので、まあ、僕は年齢が結構上の方なので、ちょっと普通から考えたら厳しいとは思うんですけど、でもやっぱり勝ちにこだわっていきたいので、もっともっとこう自分を向上させていきたいなっていうのが今シーズン終わってまだその心の中に残ってるものですね。はい、来年ですか。まだしっかりとしたものはまだほとんど未定なんですけども、まあ気持ちだけはやっぱり本当に最後まで出し切りたいって思って、今もそういう活動をやってまして、走るつもりで今やってます。まだ走るかどうかは分からないですけど、はい、まあ走ります。それだけですね。まだ安定していたシーズンだったと思うんですけど、やっぱ優勝もできなくて最終戦までチャンピオン争いをしたんですけど、やっぱ自分の力が足りなくてチャンピオンを逃してしまってランキング3位になってしまったのはもうすごい悔しいですね。まあ今年はランキング3位まではもう来年は IA1 に上がらなきゃいけないレギュレーションなんで、とりあえず IA1 初めてだし上がって、まあファクトリーを食えるように頑張っていきたいと思います。今シーズンを、1年振り返ってみて、ちょっと今年はって毎年なんですけど、ちょっと取りこぼしがすごい多くて、でなかなか前半ちょっとマシンの方も合わせ込みが遅れていて、で、まあ、成績がなかなか出なかったんですけども、まあ、後半につれてすごい調子上がってきて、で2回目の名阪、第8戦ですかねの名阪では そこそこいい走りもできて、で、まあ、上位狙えたんですけども、ちょっと転倒で、左手を負傷してしまって残り2戦は出れなかったんですけども、ちょっとそのなんだろうな、安定感というのに欠けた1年だったかなっていうふうに思います。そうですね、来年に関しましては、正直なところ何も決まってないっていうのが現状で、まあでもどこか走れるチームだったり、まあ、僕を必要としてくれるところがあるんだったらやっぱりモトクロス乗り続けていきたいんで、もうこのシーズンはやっぱり今年、来年は今年のシーズンみたいにならないようにすごい乗り込んで、来年開幕が九州なんで、バッチリ備えて開幕からスタートで出切れるようにしたいですね。去年まで鈴木ファクトリーで走ってて、今年から、
ガラッとメーカーもチェンジして、ホンダの関レーシングモトロマンから、走ることになったんですけど、開幕前の、ホンダの合宿中にちょっと転倒してしまって、でちょっと大怪我、股関節脱臼とちょっと膝の靭帯を切ってしまって、ちょっと開幕には間に合わなかったんですけど、なんとか頑張って、3戦目か4戦目ぐらいスゴから復帰したんですけど、やっぱりなかなか乗り込み不足でトレーニング不足もあってうまく走れず、はい、ダメです。1年間通して全く、ダメでしたね。はい、来年のことで今決まっていることでお話できる内容は、そうですね、まだ来年のことは全く白紙です。はい、白紙、はい、どうなるのか、まあ、今この状況、まあ、寂しいんですけど厳しい状況であるので、まあ、とりあえず頑張って、まだ僕的にも諦めたくはないので、まあ、なんとか走れる状況を探してるんですけど、はい、また決まれば報告したいと思います。はい、アピールですか、アピールですか、アピール、はい、来年はこうします。まあそうですね、このシーズンオフしっかりと、きっちりと、まあ、痛めているところを少しずつ直して、でトレーニング、あとメーカーも決まれば、走れる状況が決まれば、走り込みとかもしていって、来年の開幕のスタートグリッドには並べるように、はい、したいと思います。そして、来年はですね、チャンピオン争い、やっぱ優勝チャンピオン争い目指して頑張りたいと思います。はい、今年はまあ、久々に、久々というか、まあ、6年ぶりに優勝またすることができて、で、まあ、トータル3勝することもできたし、まあね、最後ちょっとチャンピオン争いになって、チャンピオン取れなかったことはすごく残念だったんですけど、でもまあ全力尽くして、の結果なんで、もう今は来年に向けて気持ち切り替えて頑張ろうと思ってます。はい、とりあえずね、すごく大変だったんですけど、まあ、ここまでたどり着けて本当に良かったなと、たくさんの周りの人が協力してくれて、なんとかこういうレース開催することができて、お客さんも、それなりにね、やっぱ来てくれたので、本当に、また次につながるイベントができて良かったなと、またこのイベントを、まあ、この1回で終わらないように、次にまた来年もできるようにしていきたいですね。